落選させたい自民党議員2000人の女性に聞いたということで1位から10位発表と、これね週刊女性が発表したんですけども、週刊女性っていうともうこれは反自民反権力ですから、いやいやどんな結果が出たかとね私興味津々なんですけども、さあ記事いってみましょうかと。さあ週刊女性ね、18歳以上の女性2000人アンケートを取ってで、そしてねあらかじめ48人のリストを出したんですって。でこれは過去に失言とか不祥事があった自民党の議員を出したと、衆議院議員ですよ。でその中から1人を選んでもらって落選してほしい理由についても回答してもらったということになります。では第10位からいってみましょう。まずは高市早苗さんと、いや高市早苗さんといえばですね、これは週刊女性にとってはもう天敵というような人物ですから、一刻も早く政界からねこれも去ってほしいと、まあそういう人物になりますね。でまさに高市さんにとっては女の敵は女ということで、まあ気に食わないんでしょう。ただねちょっと驚いたんですけども、第10位でしょ、もっと上層部に来るかと思ったんですけどもね、2000日中24票たったの 1% なんですよ。でその理由の一つにね、政治思想に危険性を感じるからってありますけども、あのねこういうねなんかもう足りない人の意見って多いですね。高市さんをね見るとなぜか政治思想に危険性と。で高市さんっていうのは当たり前のことしか言ってないでしょ。セキュリティクリアランスにしてもそうですし、防衛にしても当たり前です。もうどの国でも当たり前のように言ってることを高市さんはちょっと言っただけで危険思想だとか言ってね、こういう人たちの頭の中脳内ってどういうふうにできてるんでしょうかと。もう本当に日本とは狂ってますよね。イージスアショアの時もそうでした。秋田県かどっかにねあの迎撃ミサイルを配備しようとしたと、そうしましたらね相手のミサイルを撃ち落としたら、その破片が落ちてくるから危ないとかって中止になったでしょ。破片が落ちてくるということは日本の上空にすでにミサイルが飛来している時なんですよ。その状態で破片を危ないと言ってると、もうこの辺の感覚っていうのはもう完全に狂ってますね。で下、政治これジャーナリストの角谷さんなんですけども、ちょっとこれおかしいんですよ。政治と金の問題が噴出する自民党に対してこんな汚いところにはいられないとね、飛び出すのが保守の本懐だから、まだうじうじと自民党に残っているこの高市さんは本当の保守じゃないんですって書いてありますが、これは違うでしょう。だって現状を現実的に考えたらね、今飛び出してしまったら総理の目も当然なくなりますし、これはね当分ねこれは政治生命立たってたとほぼ同じになっちゃうんですよ。だから現状で一番の得策は自民党内にとどまって、この混乱に乗じて首相になって日本を正しい方向に導くと、これが一番日本のためでしょう。ちょっとこのね人のこの解釈おかしいですよ。そして第9位は稲田朋美さんってことになりました。最近はねあんまり話題にならないですね。 LGBT でちょっと話題になっただけなんですけども、このアンケートでは第9位と25票を取りました。でね、昨今の主張が過去の主張と大幅に異なっている。うん、その通り。バリバリのリベラリストで、過去の保守っぽい主張は保守を騙すための擬態だったのか。これこの通りじゃないですか。まさにこの通りですよ。うん、これはいい意見ですね。でところがね、下の角谷さん、やっぱりまたおかしいんです。安倍さんがいなくなったことで国民には稲田さんの発言が変節しているように見えている。これその通り。ある意味で普通になったと思うのですがと。これおかしいでしょ。ある意味で普通になったってね、これねまともな人間から見れば稲田さん完全におかしくなったんですが、このジャーナリストさんから見ますと今の状態が普通らしいですね。はい、思いっきしこのねもうひん曲がって角度ついてるのよくわかります。じゃあ第8位でございますが、ドリル優子さんということになりました。まあこの人どうでもいいんですけども、自身の疑惑について何の説明もしていないのに養殖について不正の調査をしていると。不正をする世襲議員はいらない。はい、もうその通りでございます。はい、次第7位萩生田さん。萩生田さんね、期待してたんですけど、なんかちょっとねって感じになっちゃいました。で萩生田さんは党人脈と呼ばれるいわゆる市議や都議を経て国会議員になったと。叩き上げ、これの私も買ってたんですけども、人情味があってこれ噂らしいですね、評判らしいですね。いろいろなところに目配りができて気の利く人ですから国民にも期待された部分があったんでしょう。私これはね今回角谷さんのこの評価その通りだと思いますよ。ところがね、最後それが安倍さんの横についたところで、ことで甘い汁を吸ってきた人だと見られてしまったようだと。甘い汁って表現ってどうでしょうかね。まあ 100% 間違ってると思いませんよ。安倍さんにこれ重用されたということになりますからね。
それをこういう書き方をしてもまあまあ、間違ってるとは言いませんけども、ただまあ萩生田さんね、今回残念でしたねと。さあそして第6位、はい、出ました。あ、このね、河野太郎さんということになってきます。で、河野さんなんですけども、問題が噴出しているマイナンバーカード利用を推し進めすぎと。まあね、どこまで行ってもこの左派週刊誌というのはマイナンバーカードっていうことにしたいんでしょう。で、不思議なんですけども、今回ね、2000人の女性にその理由も回答理由も答えてくださいってやったらしいんですが、当然中には中国とのつながりはどうなんだって書いた人いると思いません。ところがね、中国のことというのは一切この回答には出てこないんですよ。おかしいですよね。今回ね、この人に落ちてほしい理由の大半というのは中国とのつながりだと僕は思いますけども、なぜか週刊女性にはそういう読者がいないんでしょうか。もしくは意図的にそういう意見というのは隠してるんでしょうかと。で、下の角谷さんは自分の意見ばかり優先。これその通りだね。で、人の意見など聞かないというイメージがあることがよくわかります。これは全くもってその通り、あなたの言う通りでございます。まあこんな人物では人はついていけませんよ。とにかく怒りまくってると。ね、そしてブロック太郎ということで国民の意見は聞かない。そして官僚を前にしてね、もうまさにもヤクザの恫喝のような、あのような動画が出回っています。それでも平然としてるんですよ。やっぱりね、どうかと思いますよ。我慢できないんでしょうね。で、もちろんね、感情を出すこと自体は私悪くないと思いますけども、感情の出し方が良くないでしょ。例えばね、元明石市長の泉さんみたいにね、あの人も感情出ますけども、あの人も感情出る。で、このね、河野さんも感情が出る。ところはやっぱり違うでしょ。これ泉さんというのはこういい方に感情出てますよね。思いの丈がもうどうしてもうわーっとなってしまうと。ただ河野さんはこれ恫喝ということになってしまうから問題だと思いますけども。さあお次の第5位行ってみましょう。はい、杉田水脈さん出てきました。これも週刊女性にとっては絶対に許せない女ということになってきますけども、これ一般女性ですよ。一番不快な人を選んでやったと。反省の余地がなく、もう二度と顔も見たくない、早く消えてほしいということで、この女性から見ますと、杉田さんというのは反省の余地がないと、一番不快だということになります。まあこの人がね、どういう人か知りませんけども、まあよく分かってないんでしょうね。なんか、杉田さんというととにかくもうこれはキャベツだキャベツだということで、それだけを言ってるんでしょうけども、皆さんご存知のように杉田さんというのは当たり前のことしか言ってません。当然のことを言ってます。アイヌのことに関しましても当たり前のことを言ってます。対中関係、対韓関係も当たり前のことを言ってます。ところがなぜかそれ気に食わないんでしょうね。それはね、当たり前のことなんですけども、疲れてはやばいところ言われる、そして見たくないところ言われると、どうしても左派の人たちはこのような形で発狂してギャーというね、大声を上げてしまうわけですよ。で、この週刊女性もちょっとね、下の子の分良くないですよ。非常識な議員の生産性はこれいかにってクエスチョンマークつけてるでしょ。つまり週刊女性から見ると杉田さんというのは非常識な議員になっちゃうんです。非常識な議員じゃないですよ、杉田さんね。それはたまに言葉がね、ちょっとね、抑えた方がいいかなってところはたまにありますけども、その程度でしょ。そのぐらいだったらね、何にも発しないようなボンクラ議員よりは杉田さんみたいにガンガン言った方がいいと思います。はい、杉田さんは何も間違っておりません。第4位、まあそろそろ出てくるかなと思いましたら、これ岸田さん出てまいりました。全く今の日本の国民の、ね、生活を理解してないと。海外にはお金を惜しみなくばらまくが、国内での災害で苦労している人たちに寄り添っていないということで、この海外にお金をばらまくっていうのは私も同感でございます。まあ、これ日本の立場からしますと、まあ、ある程度はこれはばらまかざるを得ません。ウクライナにしたってね、マルクシ支援をしないって、まあ、これはできないでしょ、立場上ね。これはもう自由主義陣営としてできません。ただね、インドに行って何兆円とかね、なんかどっか行って何百億円とかね、こんなことやってるのは、見てしまったらそれは国民嫌になりますよ。こういう意見は当然でしょう。聞く力よりも鈍感になれる才能が開花したのか。いや、私ね、岸田さんというのは鈍感力だと思います。さあ第3位ですが、出ました、和歌山の妖怪ということで、これは二階先生ということになります。パンダね、今和歌山あれ12頭でしたっけ。12頭もパンダをね、呼べる力、まあ繁殖分もありますけども、やっぱりこれというのは二階さんと中国のつながりでしょう。突出したパンダの数を誇るのを見ても分かりますけども、じゃあ二階さんがなんで非難されたかと言いますと、今回の本ですよ。数千冊も本買い上がって配ってると。あれが政治資金なんておかしいだろう。いや、もっともだと思いますよ。自分を褒めたたいた本を配って、これが政治活動って、まあ、いやー何やってんだろうと思いますよね。でもね、ここも見て
分かりますように、私本来だったら中国との関係が出てきていいはずでしょ、やめてほしい、落選してほしい議員と。でも週刊女性の記事にはそれは出ておりませんと。これおかしな話ですね。とにかく私もね、二階さんにはもうとっととやめてほしいんですけども、50億円どうやって使ったのかと教えてくださいね。はい、第2位でございますが、はい、出ますわね、麻生さん出ますよ。出たんですが、なぜか若い時の写真がね、1枚ポーンと週刊女性に載っておりまして、そしてもう1枚特別サービスで最近の写真ということになっております。さあ、この麻生さんなんですけども、失言が多すぎるし、官僚の書いた文章を読み上げて漢字の読み方も知らない、国民を見下している人に政治家の資格はない61歳女性なんですけども、まずね、おかしいでしょ。失言多いと私全く思いませんね。本当のことを言うだけでしょ。で、ただやっぱりね、これは政治家だからしょうがないですよね。漢字の読み方も知らないと、未曾有ね、未曾有と読んでしまった。これね、どこまで行っても未曾有って言われてしまいます。まあ、これは政治家はしょうがないですよ。もう延々と言われちゃいますからね。はい、あの辻元清美さんでも2004年の事件、2002年でしたっけ、あの事件は延々と言われるわけですから。まあ、これはね、しょうがないですよ。ただね、失言が多いというのはこれはおかしいですね。麻生さんも本当にね、これおかしいだろうってことを言うタイプですよ。だからね、日本のいけないところっていうのは、本当のことを言うと失言とかキャベツとかね、お前はね、誰々をね排除しようとしてるんかってことで、都合の悪いこと言われると失言という言葉で片付けてしまうんですね。これに対しては騙されてはダメですよ。でもね、522票を集めてと書いてありますけど、麻生さんこれよっぽどに人気がないのか、まあ週刊女性にとっても気に食わないんでしょう。さあ、第1位なんですけどもと思って記事を見ましたら、なんとね、該当してないんですよ。いないということね、得票数となった1位は556票で落選してほしい議員はいないって書いてあるんです。で、下にいろいろ理由書いてあるでしょ。議員のことを何も知らないので、誰に落選してほしいかもわからない。あ、これはまあ最もな意見ですよねと言っていろいろ書いてあります。で、最終的にはこういう順位になったんですけども、いや、私ね、意外にこのね、一番上のいないっていうのがまあ意外だったし、あ、これ本当かなって気がしますね。いくら週刊女性のね、これあの左派寄りの週刊誌とはいえ、やっぱりね、読者の多くっていうのは政治のこと細かく知らないんですよ。だ、さっきの河野太郎さんの中国の問題、当然上海云々なんてことは知る由もないと。だからバーッと名前ね、並べられて顔が分かる人は一部いると、麻生さんすぐ分かりますよね。でも落選してほしいってとこまで行くとどうかなって、私よく分かんないって人がいっぱいいるということです。だからね、これはどの党にとってもそうなんですけども、こういう人たちをいかに減らすかっていうことが、これ我々の責務、これマスコミ、これがね、あなたたちの重要な仕事だと思いますよ。はい、今日の動画が良かったと思う方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。